どうも、たくまんぼうぎです。こんばんは。12日目でございます。さあ、早速やっていきたいと思います。まずはですね、化粧水と乳液は塗ったので、下地から塗っていきたいと思います。まあ、うっすらと、はい、こんな感じですね。続きまして、ファンデーション塗っていきたいと思います。こんな感じですかね。はい、続きましてコンシーラー塗っていきます。こちらの真ん中の色を使っていきたいと思いますね。はい、こんな感じですかね。で、続きまして、今回ですね、新アイテムまたまた入りました。ハイライターと、こちらシューティングスティック、こちらのシューティングスティックというのは影を作るものだそうですけども、顔を立体的に見せるというか、影があることによって立体的に見えますからね。はい、今回はこちらのハイライトとシューティングを使っていきたいと思います。さあ、まずはハイライト、こんな感じですけど、シューティングがこちらのね、たくあんのメイク術ノートを見ていきたいと思います。シューティング、影を作って小顔に見せる、エラを削る、まずエラを削る、ここのね、つけすぎには注意点です。顎下を削る、これです。で、鼻筋、この部分に塗っていきたいと思いますけど、これね、でかいので、このスティックが手に取って取る、変わるのかな、これなんか、まあ、なんとなくでもこの影ができた感じがありますね。続きまして、スザンヌのアイブロウブラック、これを使っていきます。まずはこの、ね、眉毛を整える、いつもこれ忘れてたんですけど、整えることが大事だった、そうです。まず整えてからペンセル塗る、こんな感じでいいかな。ちょっとまあ出過ぎない程度にしました。で、アイブロウマスカラね、これは上に塗ることでテカリができる方なので、変わるのかな、いいでしょう。はい、エクセルのアイシャドウでございます。まず一番ダークの色、手に取ってやっていきます。こんな感じです。で、中間色を目頭から中間に入れる、中間色なので、これはね、この目頭から中間に入れる、できたぞ。で、涙袋はハイトーンカラーを使います。一番明るい色使っていきます。とりあえずこれでアイシャドウは OK です。で、アイライナーを塗っていくんですけども、はい、アイライナーこちらです。塗っていきます。100均のジェルアイライナー01と、よし、立体感、よし、完成しました。あと最後オイルリップ塗っていきます。よいしょ、まあ、これでいいっすかね、うん、はい、ということで12日目でございます。だいぶね、アイシャドウも慣れてきたというかね、メイク術のね、たくあんノート見ながらですけどもね、なんとか形になってきたのではないでしょうか。うん、まあ、いろいろと新しいアイテム取り入れてやっております。うん、まだでも BTS っぽくはないので、何かが足りない、勉強しております。それでは本日終わりたいと思います。また明日も見てくださいね。ご視聴ありがとうございます。シェイシェイついてみ、ご意見、よいしょ。